明けましておめでとうございます。はい、ということで、どうも岩野源泉と申します。いやーマジ明けおめって感じですね。はい、2月です。いや本当に動画更新遅れて申し訳ございませんでした。いやね、1月まあいろいろあったわけですよ。私テストもあって、テスト終わっていざ動画撮るかと、もう何もやることねえから、もうやること全部終わったから動画撮るかと言ったところでパソコンが故障、もうぶっ壊れてしまいましてね。はい、なんか電源の故障だったみたいで、まあデータは大丈夫だったんですが、まあそれで結構修理に時間がかかりまして、更新するのが遅れてしまいました。本当に申し訳ございません。まあ今回はまあ新年新年一発目の動画は、ちょっと雑談的な感じでやっていこうかなと思います。はい、まあ私のね、最近あった出来事とか、稲妻イレブンの最近のこととか、まあベラベラ喋りながら、稲妻イレブン2やっていきたいと思います。稲入れ2とかマジ久しぶりだな。これどこ戦おうかな。オールド機とか面白そうだね。いやでもね、警備マシンズはいらんわ。警備マシンズ一発目じゃない。チームカノンはちょっと別で、もうこいつ一本でネタできるから。チームカノンはまだだな。ここで行こうか。裏と表の王者。逆だな。表と裏の王者 A ですね。やっていきましょう。お、元王じゃん。我ら帝国は無敵。貴様らに負けるべくもない。お、これあれだ、万有寺中だっけ。ふっはあ、無益な争いは好みませんが、お手合わせお願いします。表の優勝校帝国と裏の優勝校、あ、そんなこと言われてたな、万有寺。そんなんか言われ覚えてるわ。ってことでやっていきましょう。初戦ね、初戦本物の王者はライモン中ただ一つなんでね。そう、なんか久しぶりに見るけど、我らがフォーメーション五条がいる。ゴーエンジと吹雪に挟まれた五条がいいんだけど、なんかやったな、高評価100いったら五条最強にしますよみたいなことやって、なんか100いったんだよな。ほうほうほう、なるほど。いやー、アクフェニックス覚えてるし、なかなか強いんじゃないの。オーケーオッケー。で遠藤くんがキャプテンやってると。さあでは裏と表のカーニバル、うわ、太郎とウスケ、懐かしい。打撃と嘆きね、懐かしいわ。てか相手のあれだね、ユニフォームかっこいいね。強いチームだユニフォームだ、赤色は。では早速やっていきましょうか。まあいいや、何もつけないで。そう、最近なんかさ、俺がさ YouTube 全然やってない頃、めっちゃいないの盛り上がってませんでした。バカほども盛り上がってたよな。めっちゃなんかトレード2回くらい乗ってなかった。びっくりしたわ。うわ、なんか盛り上がってるっていう、俺なんもできねえのに盛り上がってると思ってね。お、ということで早速ダークフェニックス。盛り上がってるのにレベル5はセールしかやってません、ね、皆さん。ただいまこの僕がやってる遠藤守る伝説、なんとダウンロードで500円で買います。はい、なんと500円ですよ。ワンコインですよ。マクドナルドのセットよりお安い。これは買いですね。ということでまず先生1対0。なんかいろんな実況者がさ、なんか急に稲妻イレブンやってすごい盛り上がってたのは見てたんだけど、もう横から外野から見てたわけですが、いやー稲妻イレブン新作まだすか、待ってますよ。なんかセール出してあげました感、満を持してセール出してやってやりました感あるけどさ、まああれ定期的にセールやってたわけで、まあ今回盛り上がったからやってるわけじゃないのよ。だからなんかもう一個なんかない、もう一個なんか特別な新作発表ないっすか。もう今年21年ですよ、発売未定といっても、もうさすがにもう今年出てもおかしくないと僕は思ってるんですけど、まあ、言うて未定はね、発売予定は未定だからな。予定すらあったっけ、なんだっけ、グレートロード、英雄たちのグレートロード、予定あったっけな、あれ。てか強ない、レベル見てなかったけど強ないっすか普通に。お、遠藤くん、さすがキャプテン、我らが遠藤、もう必殺技使わなくても勝ってると。ゴンジー、ゴンジーからのサイド上がっていくのが吹雪、これオフサイド癖、あ、これ癖、匂いプンプンするオフサイドの、あ、ナイスシュー、あ、うま、俺うま、え、今のセンタリングうますぎない、いやこれがプロです、稲入れの。うわ、完璧すぎる、これが稲入れのプロゲーマーです。でまあ私の話になるんですけれども、ちょっとねマイクを変えようかなと思ってまして、はあ、なんか俺の本当になんだろうな、感覚っていうのか、なんか言葉に言い表すのが難しいんですけど、なんかゲーム実況ってさ、綺麗すぎる音質合わないと思うんだよね。お、パニックフェイズ、でじゃない。ちょっといつもの BGM ないの、ちょっとウルフレジェンド使っていこう。そうなんだよ、なんかゲーム実況ってちょっと荒れた音質の方が俺合うと思うんだよね。で私今コンデンサーマイク、オーディオインターフェースにつなげて撮ってるわけですが、まあこれだと結構音質がいいんだよね。結構いい、これでも結構いいんだよ。なんで次のマイクはイヤーポッツのマイクにしようかなと
思ってましてね、あのイヤポッツっていうのはあの iPhone にちょっと前までついてきてたイヤホンのね動画撮ろうかなと思ってます。なんかやっぱりねちょっと粗い音質の方がねなんか味が出るんじゃないかなと、うん、なんかね聞いててねなんかそっちの方が俺はいいんだよね。皆さんがどう思われるかわかんないんで、まずはねあの試験的っていうかまあテストプレイ的な感じで、そのマイク使いながらゲーム実況撮っていきたいなと思ってるんですが、まあ主にあれだね、あの字幕とかテキスト入れない実況で使いたいよね。あのストーリー実況とか、なんか字幕とか効果音とかバンバン入れる実況には音質悪いマイクあんま適してないと思うんで、まあまずはまあそのうまくねその音質悪いっつっちゃあれだけどあまり良くないマイクの使い方をねちゃんと試していきたいところである。うん、俺がねあんま本当音質いいマイク好きじゃないわけじゃないけどなんか合わないんだよな。うん、ヒートタックルとかイナイレのさあの漫画、イナイアイズマイレブンの漫画が Kindle にあるんだよ、 Amazon の。はぁ、だから俺今度買って読もうかなって思ってんだよね。無印のねイナイレの漫画はね読んだことないんだよ。で結構面白いって言うからさちょっと読んでみたいんだよね。で Kindle だからやっぱりなんか中古とかでもないしね見やすいんで古い漫画でも、なんでちょっとね今度買って読もうかなと思っております。さあでは後半もやっていきましょう。んってことで相手バーニングフェーズ終了。今さ俺レッドブルの新しいグリーン、緑のレッドブル飲んでんだけどめちゃめちゃうまいなこれ。俺3軒行って探し回ったんだよ。探し回って3軒なかったので、探し回って2軒なかって3軒目で手に入れたんだよな。うん、めっちゃそれだけ人気らしい。なんかツイッターがなんかでなんか記事作られてたのかな、なんかバズってたのかな、まあわかんないけどなんかめっちゃ売り切れでした。ナイスアフロさん、ナイス。おっとっと、これ5に取ってくれるでしょ味方のカバーは。おっと、さすが薄毛ですね。で本当はねあの新年一発目、もう新年っていいの今使って、2月に新年って単語使ってんの俺だけだと思うんだけど、あのまあ今年一発目中古ロムの稲妻イレブン GO の中古ロム買ってたんでそれ取ろうかなと思ってたんですが、ちょっとねなんか自分でハードル上げまくっちゃってて、なんかもう体硬くなって動かなくなってたんで、ちょっとまず雑談動画からね撮ってみて、ちょっと体ほぐしていきながらエンジンかけていこうかなと思っております。5条行こうぜ。ナイスアウ、うわな、これバーニングフェーズここで使って5条で撃つと。じゃあバーニングフェーズ発動。んーでででででで、あそうだね、でではあれか、いないで3か、もう2やってねえからあれだわ。ってことで分身シュート、よいしょよいしょ、んーよいしょと。エースナンバー背負ってるわ、ちゃんとエースナンバー背負ってるわ。さあこれ打ち破ってくれるでしょう、フルパワーシールド。ビーストファング使ってこないんだね。ナイス。ビーストファングはあれか、あの裏ゼウスじゃないや、裏帝国学園、違う新帝国学園、もうめちゃめちゃ忘れてんじゃん、いないで口も回ってないしやばいぞおい。ってことで俺結構ビーストファング好きなんだよな。で今年はねやっぱ稲妻イレブン1本でやってたわけじゃないけど、やっぱメインのコンテンツがいないでだけだったんでね、今年はもっと幅を広げていろんなゲームで、人を集められるようにね頑張っていきたいですね。別にいないでをね嫌いだか嫌いじゃないからあの他のゲームに移るわけではなくて、やっぱり、いろんなゲームでね人を集められた方がまああのゲーム実況者としてはね、戦闘力高いんで、やっぱりその辺チャレンジしていきたいですね。あでもそうで、あと新実況もね、一つ考えてあります。まあ結構懐かしいタイトルになるのかな、うん、3DS ソフトだけど結構懐かしいタイトルになってると思います。それがうまくいくか分かんないけど、やっぱやってみなきゃ分かんないんでね、今日とりあえずやってみたいと思います。でダンボール戦記とかもねちょっとバックブーストは終わらせたいね、そろそろ。なんかあのなんだっけ、なんかの YouTube チャンネル、テレ東かな、バンダイかなんかの YouTube チャンネルでさ、ダンボール戦記もう完結したんだよね。最近ずっと週1で配信されてたのが見たんで俺、それイフリートの回最後の超プラズマバーストレックスが教えてくれた技だよっていうの見たんだよ。いやーやっぱイフリートいいっすね、レックスとイフリートいいっすね。うん、 CPU が俺の感情を完全に理解した、あれいいっすわ、あれいいわ、あれ言いたくなるわ、あれはちょっと汎用性高いよね、あれ汎用性高いよなレックス。あとなんだっけ、獣は人は獣にあらず人は神にあらずみたいなこと言ってたよな、あれもいいよな。てかレックスの対戦を30分で終わらせたのあれすごいよな。1話でだったらレックスとの対戦終わったから、なんかもっとなんか2話ぐらい続いた感じの、なんだろうね、濃厚さっていうか見応えさがあったと思うんだけど、なんとあれ1話で終わってたんだよなレックスとの対戦は。
いや今見てもやっぱ初代ダンボール戦記はいいっすわ、うん、俺ウォーズは嫌い派なんで、うん、あのウォーズ嫌いです、はい、ダンボール戦記ウォーズは嫌いです。俺ウォーズのゲームねマジでイライラしながらやってたからな、ちゃんとね全クリしたけどあれ思んなかったわ。そうで今さっき話したレベル5の試合終了だわ。あ4対0おいすっく S ランク取れなかったんだけど、まあいいやってことで、おなんだなんか電話来たぞ。俺誰か仲間しようとしてたか。あエンドか明けおめです。探していたヘパイス、なんでヘパイス探してたんだ俺は。ちょわからんわからんわからん、沖縄のちょわからんマジで、なんで俺ヘパイス探してんの。ヘパイスってあれだよな、ゼウス学園の人だよね、ゼウス中の人だよな、ヘパイスって。わからんぞマジで。ってことで、ではまたね動画更新やっていきたいと思うので、皆さんぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。ということで今年も岩のゲーセンよろしく、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。